の反応、鎌田大地が1GKA の大活躍、現地ファンから手のひら返し来た。カラバオカップ2回戦でクリスタルパレスはノリッチ式と対戦、3-0で勝利した。鎌田はこの日先発出場すると開始早々の2分移籍後公式戦初ゴールを決め、さらに57分にはマテタイのアシストもしている。その後鎌田は70分までプレイし、1ゴール1アシストの活躍を見せてチームの勝利に貢献している。彼はプロフェッショナルだ。俺はこれが見たかったんだ。彼はプレシーズンでも同じようなゴールを決めた。私の鎌田への尊敬しかありません。鎌田がチームに馴染んできたようだ。ムニョスとの関係が良好になったように思う。パレスは結局まずまずのパフォーマンスを見せた。私にとってはサールの方が鎌田より優れている。ゴールは良かったが。GKのカットバックは鎌田大地らしい。フランクフルトでもよく見た。彼はこれからもっと良くなるだろう。それはフランクフルト時代を見れば明らかだ。適応にはまだ時間がかかるだろうが、コンスタントに活躍してくれることを願う。早くも目に見える結果が出てよかった。前の試合の批判を考えると余計にね。まずさ、エゼ、鎌田はとても良かった。自信がついたように思う。クリスタルパレスの新たな王だ。セルハーストパークに名を刻むだろう。